秋のピアジェぶっちぎりナイト。始まりました。はい、本日も MC を務めさせていただきます、リンガーアナウンサーの咲です。そして本日のゲスト、2月1日ぶりのゲスト出演、はい、レオン選手に来ていただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、久しぶりですね。ねえ、なんか結構そんなに感覚ないかなと思うんですけど、結構ね空いてるんですよね、2ヶ月ぐらい、ね、久しぶりのゲストなのでいろいろ聞いていこうかなと思います。はい、まず始める前にこちらですね。はい、いつも言っておりますが、トリゴアズーリーはですね、コロナ禍での開局をしたのでスタジオ内に窓がございます。放送中に緊急車両の通行だったり台東区のアナウンスが入っていたりと、放送中お聞き苦しい点もあるかと思うんですが、まあ、そちらもご引きによろしくお願いいたします。なんなら今もねそうだよね、なんなら今流れてるんですけど皆さんも聞こえてるのかな、なんか言ってますね台東区のアナウンスでございます。まあ、それも楽しんで聞いていただけたらなと思います。はい、それでは早速始めていこうかなと思います。はい、まず前回の大会の振り返りというか感想というかいろいろ聞こうかなと思いまして、はい、4月の14日ですね、この間の日曜日に、あかりプロデュース工業がございました。亀有の町ですね。でそこでレオンさんはなりきりあかりスリーウェイ町ということで、はい、あかりになりきって試合をしなきゃいけないという、はい、ルールで試合をしましたが、スリーウェイでしたね。その中森さんとチェスカさんとレオンさんという、これ ありがとうございます。これ どうでした、自分でやっててというか前回もね、ずいぶん前にそう2回目なのよ、はい、あかりのコスチューム着たの。ちょっと違うやつ来ました。ちょっと違うやつ、はい、一番多分新しい方のあかりの、なるほど、うん、はい、前来たのは多分ちょっと最初の方のやつだから、はい、ちょっとね、どうでしょう結構ねみんなあかりっぽい感じになってましたが、ね、でも結構ね、真似するの難しかった。あかり、なんか、なんて言えば難しくない。なんか、なんか、顔とかさ、なんか特徴というか。ありますけど。そういうのあるけど。あかり結構、いわゆるクールな感じだな、試合も。ああ、そうかもしれないですね。ルチャっぽいのが多かったりもありますし。だからね、かといってさ、なんか日本語も、外国人の方がよくさ、なんか、なんて言えばいいの？日本語。あれおかしいとこもないじゃん。はい、あそうですね。だからうまいから普通にそういうのも真似してもまあ難しかった、難しい感じ、うん、なんか技をね、はい、真似するしか619でしたとか。あそうですよね、うん、難しかったという難しかったけど、ベストパフォーマンス賞も、あ試合も勝った上でベストパフォーマンス賞もね取れて、はい、嬉しかったです。試合の、ね、勝敗とは別に、はい、誰が一番あかりになりきっていたかっていうのを、うん、皆さんの拍手でね投票するんですけれど、はい、まあちょっと拍手、まあ、大体同じぐらいの感覚で、うん、ちょっと拍手じゃ分かんねえっていうことになって挙手になりましたね結局は、うん、はい、一番多かったのはレオンさんでした。ねえ、ありがとうございます。絶対あれさ2回叩いてだから全員上げたりしたりさ一人いると思わない？絶対いると思います。ねえ、挙手も分かりますよって数えてたんでねえ、そうねえ、でもねすごい試合だったなと思って、うん、しかもさ、はい、花ちゃん中森とチェスカ胸がさ、はい、やばくなかったもん。すごかったです、すごいなと思って、ね、私は全く心配はなかったけど二人を見ると、ね、胸元が心配になるくらい、あかりよりもやっぱりねちょっとセクシーな感じの明かりになってましたが、ね、わーおーですね、音声がすごい
写真をね、調べて見ていただければ分かると思うんですけど、ちょっとコスチューム本当はち切れそうな、ねうんね、感じに 胸元だけすごかったのでちょっと見ていただけたらなと思います、ね、まあかり5周年ということで第1試合にはねレオさん試合前だったので、うん、ちょっと見れてない部分もあるかもしれないんですけれど、ライディン鋼さんと谷桃さん のシングルで、うん、ワンカウントが入るとあかりに関するクイズが出されて答えられないと試合がずっと続くという、うんはい、ルールでした。これもねワンカウントっていう結構過酷ですよね、うん、でも入った方がいいのかでもまあ難しいですね、はいまあ、このお二人もなんだろうすごい知ってる知ってるとか言って普通に間違えてましたし結局何を鋼が勝ったじゃん鋼さん勝ちました どのあれをかこ 答えられたのクイズ的なものは、うん、あかりが夜、うん、家にいるときにどうやって過ごしているか、うんっていうので、まあ、1、2、3って3択あって、うん、1番が任天堂スイッチをプレイする、うん、2番がなんだっけな韓国ドラマを見る、うん、3番がトレーニングをするかなみたいな感じ、で答えが韓国ドラマを見る、意外だそうですでなんで好きなのって聞いたらちゃんと翻訳というか字幕でちゃんとスペイン語が出るらしくて、うん、見てるやつが、すごい好きなんだって言って、それをクイズに出したって言ってました。それを私知ってるって言って鋼さん答えて見事さ、はい、さすが正解してましたね、へという第1試合もございまして、第3試合はあかりの5周年記念試合タッグマッチでクレアカリと組んで大空知恵選手樺林佳穂選手というタッグマッチも行いました。なんか久しぶりにカホさん、うん、あれですね、参戦していただいて、はい、和製ルチャドーラというねキャッチコピーがある通りやっぱあかりとのルチャがやっぱすごいなと思って、ねはい、スタート序盤の方の2人の早い動きもね、はい、それ見入っちゃいました、はい、でもレモンさんもやっぱスピードはすごい速いじゃないですか。あそっからねカオちゃんとあかりともね、はい、結構手が合うのよ。そうですよね、うん、ルチャやるからお互い、いやちょっと、うん、ぜひね3人のスリーウェイとかも面白そうだよね。面白そうですよ ねちょっと見たいなって思いました、ねはい、この試合もねあかりが勝利をし、ね、自分の興行をプロデュースをね収めることができまして、結構ね盛り上がった試合が14日はあったんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。この14日の、大会の、試合は YouTube のメンバーシップに上がります。多分もう、はい、もう上がってました、うん、すいません私ね分かんなくてすいません、うん、上がっているんです。なので、入ってない方とか、まあ、入会してる方でも何度でも見ていただけたらなと思います。画像出していただいてありがとうございます。 ありがとうございます、はい、チャンネル登録の横のメンバーになるというところを押していただくと、はい、決済方法ね出てくるので決済方法を選んでいただいて月1190円で過去の放送が見放題となります。ぜひたくさんの方に入っていただいて見ていただけたらなと思います。選手もこういう技あるんだとかね、はいはい、まあ、こういう試合見てねあかりとかのそのなんだろう過去の試合を見て学んで、うん、もしかしたらこの3ウェイは練習っていうかね技してきたと思うので、うん、はい、そういうのもぜひ見ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。今回もですねたくさん質問をいただきまして、読んでいこうかなと思います。はい、はい、たくさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、早速いきたいと思います。お二人ともこんにちは。恥ずかしながらアラフィフとなるとあの頃は楽しかったなとか良かったなとふとした瞬間に物思いにふけてしまうことがあります。そこでお二人は過去に戻るとしたらいつ頃に戻りたいですか。気になるので詳しく教えてください。ちなみに自分は今思えば唯一のモテ期な小学生の頃に戻りたいですという質問をいただきましたが、いかがですか。あ、でも私も小学生かも。うん、私もそうかもしれないです、ね、やっぱ、なんだろう、うん、なんだろう、
一からなんかやりな、うん、やり直したいじゃないですけど、うん、はい、もう何もそのかあの何でも大人のあれでも何もなく気にせずでも楽しんでたというかね。あ、そうですよね。遊んで友達と遊んだり家族とどっか行ったりとかそういう、はい、小学生の頃のなんか思い出とかって、うん、レオさんありますか？結構もうあの富山出身なんだけど、はい、庭がね広いの、みんな富山の人もみんなそうなんだけど庭が広くて、ね、もう家でも友達をいっぱい呼んでサッカーとか野球とか、わーすごいですね、めっちゃ外で遊ぶ子だった。やっぱ庭広いといいですよね。ねえ、だから球技とかは 得意だったの昔から。あ、羨ましいですね。まあ、小学生の頃が一番そういうので楽しんで遊んでるような、はい、感じかな。私もそうかもしれないです、うん、あの私勉強すごい嫌いだったんですよ。でも大人になると楽しかったなって思うところってあるじゃないですか、うん、たまに。だから一からちょっとやり直したいじゃないですけど、うん、勉強をそうやりたいなって思う。あのでも今はもうできないので、うん、戻れたらやりたいなっていう。あの歴史とか、うん、本当になんだ苦手すぎて全然やってなかったんですけど、うん、あの面白いなんか内容とかを見る と、うん、今ね。でもあ、やっておけばもっとその歴史を、うん、知れたんじゃないかなとか思う部分があるので勉強をしに戻りたい。すごいね。え、何がちなみに得意だったら。自分の得意なのが本当になくて、本当に勉強苦手で、うん、0点とか取ったことありますし、うん、全然、うん、なんだろう。でも唯一普通に好きだったのは科学とか。すごい。でもあの好きなだけで得意ではなくて、うん、あのただ勉強はちゃんと受けるけど、うん、テストとかは全然うまくできない。とかあと音楽とかは好きでしたね。あ、うん、それも好きなだけなのに得意ではないんですけど。数学が嫌いだった。数学は大嫌いです。やりたくないですよ ね、うん、あの今自分あの中学生のいとこがいるんですけど、うん、あの中学生ぐらいの時の数学とかってすごい苦手じゃないですか、うんうん、私本当に苦手で教えられないんですけど、うん、教えてくれってもうこの間言われてしまって、うん、どうしようと思ってで、まあ、その子もちょっとあんまり勉強得意じゃないので、あ、うん、あのちょっとじゃあ紙にあの詳しいって書いてあげるから、うん、そこ空欄のところ埋めるような感じでプリントみたいな感じにしてもうちょっとやらせて、うん、っていうのはやりましたね。でも苦手なんで自分がここがこうだよっていうのは教えられないですね。絶対無理ですね。皆さんは得意なのはあるんでしょうか、ね、でもプロレスやってる方は全員体育が得意とかね結構あったりするんじゃないですか。あ、 私は体育が一番やっぱ得意、うん、あの高かったかも。あ、いいですね、うん、羨ましい。私マット運動とかが一番苦手だったんで、うん、あ、ほんと全然無理すぎて、うん、あ、そうなの。飛び箱とかは。飛び箱は幼稚園の時はできてたんですけど、うんうん、小学校高学年ぐらいになったらできなくなっちゃって、うん、もう4段とか5段ぐらいで飛べなかったかな、うん、もうあ、ダメだと思って、うん、ですね。そんな感じでございます、まあ、競技とかは。球技は、うん、あ、でもサッカーとかは好きでした。あ、私もサッカー好きだった。いいですよね、うん、そうですね。あとは小学生のクラブみたいなのがあって、うん、学校の、うん、それなんか全員絶対入らないといけないやつがあって、でもやりたいものがなくていいやと思って卓球やってましたね。へー、それは楽しいと思ってずっとやってたんで、うん、へー、球技の中では得意な方かもしれないです。へー、すごい、はい、ね、いろいろありますね、こうやって振り返ると、うん、ちょっと戻れるんだったらまたそうやって遊んだりしたいですね。ね、はい、さっきちゃんなんてかだって10年ぐらい前じゃん。私なんかもう30年ぐらい遡らないとねえ。でも本当にいい思い出がそんなにないかもしれないので自分も、なんか球技大会とかもありますけど、うん、その学校とかでなぜかボール奪い合いになって喧嘩になって、もう本当試合が始まるんじゃないかなっていうぐらい、うん、もうボールの取り合いで
女子の子と、うん、なんだっけな、殴り合いしてたような気がします。もう髪の毛引っ張り合って、お前は取るんじゃないよみたいな。じゃあ何にボールってバスケとか、バスケですね。バスケで、あのボールこうやっぱ飛んでくるじゃないですか、うん、それを取るじゃないですか、うん、そうするとなんかこう奪ってうん、られて、なんで奪うんだみたいな、そうじゃないだろうってなって、うん、髪の毛引っ張り合って、喧嘩してた記憶が、すごいね、嫌な思い出でした。中学生の頃ですね、それは、うん、なんかそういう思い出があるので、激しいことがいっぱいありましたね。いい子じゃなかったのかもしれない。なので小学生ぐらいがちょうどいいかもしれないです。はい、面白い質問ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ続いていきたいと思います。これは自分だけなのか、たまに知り合いや友達と話しているうちに喋り口調が映ることってないですか、うん、ちなみにさきちゃん、レオンさんは何かの拍子に方言が出てしまうことあったりしますか、教えてくださいという質問です。はい、はい、あのやっぱり富山の人を、はい、と喋るとやっぱりそうなる。やっぱもちろん家族もそうだし、うん、なんか富山の人と喋る友達だったり、うん、電話とか、そう。でもやっぱり東京電話も出ないね、あんまり。あ、そうです、あんまり聞いたことないですもん、うんうん。ちなみに富山の方言ってどういう感じの、うん、なんかなんとかやちゃとか、なんとか知らんけとか、けとかちゃとか、あ、うん、かわいい。でもたまになんかね、ポロッと後輩に言っちゃったことがあって、え、本当ですか？めっちゃ恥ずかしくなって、あ、もう今のの聞かなかったことみたいな。そんなことが、そう、た本当にたまにあ、意外です。たぶん実家が帰省してて、あ、戻ってきたばっかの頃っていうか、その時は、まあ、例えばお正月とかですよね。めっちゃ恥ずかしくなる。そうなんですね。あとさ、チェスカーが、はい、方言じゃないんだけど、はい、言葉結構影響されやすくて、はいはい、チェスカーがはとかよく言うじゃん、あの試合中に。あ、言いますね。私もなんか最近よく言ってる。自分で見るじゃん、映像を。はぁ、みたいな。で、ポリシャさんはクレアに、ね、あのレオンは影響されてって。あ、本当ですか？私はでもチェスカーに、うん、声の発声がちょっと、真似してるわけじゃないのに、なんか映ってるんですね。ポジション様でもクレアに映ってるよって言われて、まあ、そうですね、クレアちゃんもだいぶ大きな声で試合はするので、そうそう、うん、だから影響されやすいのかなと思って。影響されやすいですね、だいぶ。ねえ、そうだったんですね。ちょっと今度気にしてみてみます。そうなんですね。さきちゃん方言な、東京だもんね。方言ないんですけど、うん、でも私はあんまり使わないですけど、うん、あの塩辛とか、まあ、うん、しょっぱいとかって言うじゃないですか、うん、それを塩辛いって言うのって、うん、多分東京の方言らしくって、私はあんまり塩辛いねとか、まあ、しょっぱいことを塩辛いとかっていうのは使わないんですけど、うん、っていうのは聞いたことがあります。へー、うん、まあ私のおばあちゃん、うん、おじいちゃんぐらいの世代だと思うんですけどね、はい、あと東になりやすいです。え、何それ。火が死になっちゃうんです。火が死、はい、あの火っていう言葉だから、火がボーボー燃えてるとかだったら、死がボーボーみたいな、ああ、そういうこと、ね、はい、になっちゃって、うん、なんかたまに伝わらない、うちのおばあちゃんおじいちゃんなんですけど、はい、自分たちの世代というかはあんまり方言というものはないですね、江戸っ子っていうんですね、要は、はい、はい、そういうのが多いかなと。だってもう本当それこそその火とか死とかのやつも、自分のおばあちゃんにボーボー燃えてるんだって火だっけ死だっけって言われたこともありますし、だからもうそれも分かんなくなるのかって思ったりしますね。でも口調が映るっていうのは多分ないと思うんですけど、どうなんですかね、自分が分かんないだけかもしれないので、ちょっとみんなに聞いてみよう。もしかしたらしれっと誰かの口調が映ってるかもしれないです。はい、あとなんか東京でレオンさんのあの方言とかは、あのあれですか、東京でそれを言ったら伝わらなかったっていう単語みたいなものってありますか。単語というか、あ、なんかクレア、うん、うん、だ
ダラッダラッとかって分からん。ダラ分かんないですね自分。アホとかバカみたいな。このダラメみたいな。え分かんない。分かんないです。あと結構あるかも。でもそう思い返してみると。まあすごい、ね、でもダラが一番で。そうなんですね。うん、結構あると思う。なんかあのクレアちゃんがこの間、うんうん、もうずいぶん前ですけど、お金を壊すって言ったら伝わらなかったっていうのを言ってて、それが名古屋の方言だっていう話を、うん、まあ最終的にはあのお金崩す、東京では言う崩すだったっていう、うん、はい、ニュアンス的には分かるけどね。そう、ニュアンス的には分かるけど、壊してきてって言われたら、なんか何よって多分一瞬思ったりしちゃうのかなっていう話はしたことあるんですけど、うん、あの北海道の人はゴミをさ投げるって言わない？捨てるのことを聞いたことあります、ね。はい、それも最初びっくりしたもん、はい、うん、あとは方言じゃなくても絆創膏とかってあの方言、うん、地方とかあれによって言い方が違うとか、うん、あ、そう、はい、え絆創膏、うん、カットバン、私カットバンかも、うん、とかやっぱそういうのもあるのかなと、うん、で北海道の人はサビオが多いんですよね、なんか商品名かなんからしくて、うん、サビオって呼ぶ方が多いっていうのを聞いたことがあって、サビオどこって多分言われても私は伝わらないですね、うん、うん、私も、いや難しいですよねこの方言とかって、ね、でもまあ、なんかのそのニュアンスで伝わればいいんですけど、うん、口を映ることもあると思いますが、うん、有馬さんは影響されますということでいいですか？そうだと思う。ちょっと試合中皆さんどうなってるか聞いてみてほしいです、うん、これも面白い質問ですね、だいぶ ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ続いていきたいと思います。はい、レオン選手にお聞きしたいのですが、遠征などで試合に出た時、地方でのお土産やその場所でのご飯など思い出に残っているものやお気に入りだったものはありますか？なんかどこどこ県のほにゃらの名物など教えてくださいという質問です。はい、やっぱ一番あれは心に残ってるのはあれかな、北海道の、北海道、うん、何食べても美味しい、あの海鮮だったり、ね、肉、ジンギスカンとか、ラーメン、味噌ラーメンとかも美味しいじゃん。いいですね。ね、で、あのお土産だったらやっぱロイズとかさ、ジャガポックだっけ。ありますね、ジャガポックル。だね、そう。だから北海道が一番印象になるかな。あ、そうですね。言われてみれば一番多いですよね。ね、いいな、北海道行きたくなりますね。そんな状態は。ね、え、さきちゃんは？私どうだろう、遠征とかでその大会行くときに大体がやっぱピアジェの大阪がやっぱ多いので、大阪に行ったときは、まあ、みんなでバスに乗って行って、うん、まあ、帰ってくるっていうこともありますけど、うん、たまにあの現地に残ることも自分あるんですよ、うんうん、まあ、大阪のことしかちょっとあんまりわからないんですけど、自分はなんだっけ、串カツ、うん、まあ、あの、あ、美味しいなとか、まあ、すごい定番になっちゃいますけど、うん、あとね、どこだっけな、なんか食べた、なんだっけな、あと、なあ、どこだっけな、なんかすごい美味しいうどんがあったような気がしたんですけど、ちょっといっぱいありすぎて、大阪じゃなく別のところに、普通に遠征ではなく、いろいろなんだろう、旅行とかで行くことはあるんですけど、なんだろう、私うん、普通に地方での場所、ご飯というかあれ、うん、より、前橋にある、うん、あの浜亮太選手がやってる、うん、どすこいうどん浜ちゃんっていうお店があるんですけど、はい、あの方のうどんはすごい美味しいと思いました。やっぱり力士の方とか、やっぱもともと力士で今プロレスやってたりっていう方なので、すごい、なんだろう、自分で踏んで200何キロの人が、ね、うん、自分でうどん踏んでたらだいぶ腰が出るんですよ。あの少量というか小盛りでもだいぶ量があるというか、腰がありすぎてお腹いっぱいになるっていう、そこの自分の思い出ではそこが好きかなとか、あとまたプロレスラーになっちゃいますけど、そのお店の隣に正田選手、
がやってるステーキマサヤンさん、ステーキのお店ですね、はい、行ったことあるんですけど、すごい、あ、ありがとうございます。そうです、そうです、あ、隣同士なんですか。そう、隣同士なんですよ。ここのお店前橋にあるんですけれど、まあ、ちょっとね、そっちの近くに行かないとなかなか行けないので、自分も、まあ、数える程度しか行けたことがないのですが。じゃあプロレスファンの方とか両方行くのかな、まあ、行ったりするのかな。行く人はいると思います。だよね。で、先にうどん食べちゃうと、やっぱうどんの腰でお腹いっぱいになるじゃないですか、でどうしようってなって、まあ、大体の人は行くと思うんですけど、でマサヤさんの方に行ってステーキ食べちゃうと、ご飯とスープとサラダついてくるんで、だいぶ量もあってうどん食べれないねみたいなどっちもどっちになってしまうので、あの少ない量をおすすめします。え、さきさん、ちなみにどっちも行ったの？あ、どっちも行ったことあります。1日で行きました。すごいあのすっごい、もうその浜亮太選手に、あの隣の雅也さんに行きたいから、あの量をちょっと減らしてくださいとお願いして、したら分かったっつって、あの少なめに作ってもらって、そうですね。え、隣どうして、仲がいいからなのかな。仲いいんですかね。ね、めっちゃライバルみたいになる。そんなライバル店というか、今だから逆にどっちも来てもらえるように隣にしたのか、隣にしてる可能性も、ね、ありますけど、この2人のところは自分は結構おすすめをします。美味しいので、あの前橋の方に行ったり、なんか高崎に用ある方とかはね、ぜひあの行ってみてください。はい、そんな感じですかね。はい、じゃあ続いて最後の質問に行きたいと思います。はい、男子の心をつかむには胃袋をつかめと言われていますが、それ以外には何をつかんだらいいと思いますか、という質問です。何でしょう、胃袋、何でしょう、何だろう。え、女子が男子の心をつかむためにってこと、はい、だよね。そうですよね。何でしょう、まあ、胃袋つかめが一番やっぱ有名なので、難しい、難しい何かありますかね。何だろうどういうものがいいんでしょうね。胃袋はまあ食べ物なので、じゃあもう心臓を掴んだらいいじゃないですか。もう胃袋はご飯なんで、心臓はもう自分しか見えないみたいな感じとか、もうそのぐらいしかないでもないですよね。何々をつかめ、何をつかめ、難しいな。心臓です。やっぱそうだよ ね、 ね、そうなっちゃいますね。で、ハートと一緒だもんね。まあ、そう、ハートをつかめみたいな。ハートをつかめっていいと思います、ね、頑張ってください頑張ってください、おかしいか、そんな感じです。で、なんかもうごめんなさい、この方はすごい簡単なことしか言えなかった。面白い質問だね。たくさん面白い質問が来ましたね、今日は、はい、結構盛り上がりましたが、はい、はい、最後の質問だけ頑張ってあの選んでおきますすいません、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、なんかね、時間経つの早すぎて、あと20分ぐらいで終わっちゃうんですよね。あっという間なので、あの大会告知を行こうかなと思います。はい、はい、まずですね、4月の21日、こちら亀アリーナマッチがございます。はい、第106回の特別亀アリーナマッチでございます。第1試合タッグマッチ15分一本勝負、ライディー鋼、クレア VS チェスカ・ヤッピー。はい。第2試合シングルマッチ15分一本勝負、谷桃 VS レオン。はい。はい、第3試合メインイベントタックマッチ20分一本勝負、中森花子柳川澄香 VS あかり大空千恵という3試合が決定いたしました。で、こちら2試合目と3試合目は28日の大会の前哨戦となります。はい、なのでレオンさんはももさんとシングルという、はい、はい、ね、ね、ももちゃん、あのこの間 KSR の初代王者になったし、はい、その前はね
タックのベルトも取って二冠王で、めちゃめちゃ今勢いがあると思うんですけども、やっぱり私的にはまだまだなんだろうな、負けない自信もあるし、やっぱ私的には二冠王のもうお手並み拝見というか、そういう立場で、その上で、きっちり私の強さを見せつけた上で勝って、はい、28日タッグ戦につなげたいと思います。はい、ね、そう、もうあっという間に28日がやってきますが ね、はい、なので前哨戦なので、はい、こちらはねお互いにどんな試合に、はい、なるのか、はい、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、そして第1試合ですね、はい、ありがとうございます。アイスリボンさんからヤッピー選手が初参戦でございます。フィリピン同士のタッグですね、と鋼ちゃんとクレアちゃんというタッグマッチですが、いいですね、なんか、ね、フィリピン人のプロレスラーも少ないもんね。そうですね、女子は 2人ぐらいで、ね、今日本にいる。そうですね、あんまりいない。だってチスカさんが初なんですもんね。うん、はい、だからね、その2人が組むとなるとすごい楽しみ、どんな、ね、タッグチームになるのか、はい、はい、そう、楽しみです。うん、結構ね、相手側が体の大きめなお二人なので、うん、ね、はい、なんかすごい楽しみな試合が第1試合から組まれてるなと思います。はい、はい、お楽しみいただければなと思ってます。はい、そして第3試合はタッグマッチでございます。こちらも、POP のベルトとピアジェン認定無差別級のベルトの前哨戦となります。タッグマッチですね。これはどうなるんでしょう、なんかすごいバチバチな感じになりそうですね。ねえ、チエと柳川さんもね、はい、ここ最近もいっぱい当たってるけど、いつもバチバチな戦い見せてくれるからね、うん、いや本当にすごいですよね。でも28日前だ、決戦1週間前だからね、もっともっとバチバチな試合になると思います。はい、皆さん勢いがね上がっているので、うん、21日はもう前哨戦の試合だらけという、うん、はい、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。はい、チケットまだもうちょっとあります。はい、はい、ぜひ来てください。5時からです、よろしく。あ、5時、2時からん、クレアカリがあのシードリングさんのタックのベルトに挑戦ということで、この夜の大会にベルトを持ち帰ってきてくれることを、はい、はい、やっぱペア J の、ね、仲間として楽しみにしております。はい、昼から夜まで、でプロレス三昧で楽しんでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、あと打ち上げも、打ち上げもそうですね、はい、あります。この日あれなんだよ、あのボリショイさんが引退されて丸5年なの。そうですね、引退記念日ね。そうだ、そう、早いね。早いですね。うん、あ、そうか、なんかおめでたい日で、うん、ね、おめでたい、うん、引退はおめでたいわけでは、まあいいのかないのかわからないですけど、でもその時にも試合がやっぱ組まれてるっていうのは、なんかすごいいいなって思いますね。うん、はい、21日ぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。お願いします。続いて4月の28日ですね、浅草橋のヒューリックホール大会でございます。こちらが2時からです。こちらが、いやいや全然、こちらが2時からでございます。はい、対戦カードも全て発表いたします。第1試合シングルマッチ20分一本勝負、チェスカ VS 誠。はい、はい、第2試合シングルマッチ20分一本勝負、クレア VS サキ。はい、第3試合 POP 選手権試合30分一本勝負、王者柳川澄香 VS 挑戦者大空知恵。
第4試合ご機嫌 BBA vs プロミネンススペシャル6人タッグマッチ、こちらが、和樹、米山香織、チェリー vs セラリサ、夏美餅、ヒイラギくるみ、はい、そして第5試合セミファイナル、デイリースポーツ認定女子タッグ選手権試合30分一本勝負、王者チームライディン箱根谷桃 vs 挑戦者チームレオン高瀬美幸、はい、第6試合メインイベントピアジェン認定無差別級選手権試合30分一本勝負、王者中森花子 vs 挑戦者あかり、以上6試合が決定いたしました。はい、はいね、もういよいよ1週間くらいですね、うん、10日後、ちょうど10日かですね、ね、早い。しかもね、はい、このスタジオからめっちゃ近いからね。そうなんです、もうこれをねいっぱい話すためにもう今日はもう浅草橋の大会をいっぱい話そうっていう思ったんですけど、うん、そうなんですね、デイリースポーツ限定女子タッグ選手権試合、はい、組まれましたが、はい、はい、私はあの去年の4月の後楽園で鋼と咲の持つ、はい、うん、持ってた時にあの初めて巻いたのね、はい、ベルトみゆきちゃんと、はい、でその後のワンデーソウルフルワンデータッグトーナメント、はい、ね、最多防衛記録回数を狙ってたから、はい、そうだから1日で、ね、そう、うん、3回ぐらい防衛できると思ってやったら、そこの決勝で相花に敗れて、はい、ベルト落としてしまったのでね、去年はね多分2ヶ月も負けなかったの。だから今度こそも返り咲いたら、あのボリシャさんと私のプレイエルの持つ過去最多記録13回を塗り替えて、すごいですね、はい、突き進んでレッドソウル行きたい、盛り上げていきたいと思います。はい、ね、ずっと前からもうこの試合をやろうってなってはいたけど、うん、そう大会ねいつになるかがずっとわからないで、うん、いたんですよね、うん、はい、やっと28日に決定しました。はい、はい、すごいです、ね、あとあれで、あの去年末からさみゆきちゃんと名乗り出たらスケジュールがお互い終わったり調整すらもね、そうでしたね、そうだからこの日は空いてるのにみたいな、でも自分はもう試合が決まっちゃっててっていうのがずっと、はい、すれ違いでやっとったです、ね、決まりました。はい、こちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思います。はい、まあ、これちょっと第一試合からちょっといろいろいこうかなと思うんですが、うん、チェスカさんと誠さんが第一試合に組まれまして、チェスカさんがデビューした時にいた団体っていうんですか、うん、団体団体がやっぱの先輩が誠さんなので、もともと同じね、うん、はい、団体にいたので、うん、先輩後輩という、はい、関係でここで試合が組まれるというのはちょっといろいろな縁があるんじゃないかなと、ね、あれすごい楽しみです。あれだもんね、あのチェスカがピアジェで再デビューした、はい、あのピオのオタク、はい、ピオでさ、まこちゃんからあのお花が届いてね、松田さんと届いてましたね、はい、ね、やっぱつながりがあるんだなと思って、はい、なので、ね、すごい誠さんはいつもなんだろう、ずっとね、あい相手とかやっぱ仲間のことすごい思ってくださる方で、うん、そういうのを、まあ、律儀にやっていただいて、うん、でもやっぱ戦うとなると強くて、うん、ね、すごいので、まあ、試合でどういう感じになるのかすごい楽しみです、うん、ね、はい、うん、そして第2試合はクレアさんとサッキー選手ですね、はい、これもこれさ、いいですね、この間のさ、はい、PJOC リーグでイエローブロックでなったんだけど、ね、うん、でもその時クレアが途中で肩外しちゃったじゃん。ああ、そうでしたね。でも最後、試合は最後まで続ける、うん、で上で負けたんだけど、でもやっぱクレア的にも多分悔しい試合となったと思うから、うん、ね、またこの試合も気合い入ってると思います。はい、そうですね、うん、はい、そして第3試合は POP 選手権で、こちらね、あの21日は前哨戦で、この時は当日ですが、はいはい、若手のベルトということで、もう2人は同期で、持つのが、ちえちゃんが多分、うん、今年の8月まで持てるんですかね。そうだね、はい、そうですよね、うん、柳川選手が11月11日だったと思う、はい、まで持てるので、うん、まあ今年中にはね、どちらかがやっぱ巻いてないと、うん、もう持てなくなってしまうので、
まあ、ちょっといろいろ気になるところはたくさんありますが、うん、まあ、やっぱりピアジェの仲間としてちえちゃんを応援したいところあるんですけれど、うん、はい、あれ、うん、1月だか2月だかの、はい、JTOさんの あの大会でもう挑戦してるのよ。そうですね、やってますね。そう、そこで負けてるから多分今度こそって思いはね、知恵はあると思います、ね、うん、はい、すごい、これもタイトルマッチなのでやっぱりすごい楽しみです、うん、応援をお願いいたします。します。そして第4試合、これが私一番気になっております。はい、あのご機嫌 BBA 対プロミネンスの6人タッグですね、うん、内容はよく見ていただければ分かるんですけど、うん、ご機嫌 BBA の屋根山選手とチェリー選手のところになぜか和樹さんが入らなきゃいけなくなりました。この間の板橋かな、うん、の、はい、大会で4月2日ん4月2日の、はい、板橋の時にそんな内容になり、うんうん、あのじゃあタッグを組んで1日加入みたいな形になりました、はい、相手はプロミネンスのお三方でございます、はい、ちょっとヒールのね方なので、もちさんはやっぱなんだろう、ムチを使ってきたりとか結構ありますから、う、そういうのを避けて勝っていただけたらなと思います。かずきちゃん頑張ってください。あの個人的にポーズが揃うのかどうかもあ、 BBA のですかウォンテッドの時はさ、チェリーがさ、変ね、合わないじゃん。はい、モンテッドってまあこうなんですよね。うん、そう。でもなんかチェリーさんこうしてたんかな、自分のチェリーポーズとか言って。ああ、そうそうそう。どうなるのか、ね、ちょっと不安ですが、うん、息を合わせてやっぱ勝利を目指していただきたいなと思います。はい。はい。そしてメインイベントが無差別のベルトですね。はい。こちらもずっとね、あかりも。ベルトを絶対取りますと、ね、うん、言って、でもまあ中森さんは渡さないというね、うん、はい、この2人も、ね、はい、PJOC リーグからトーナメントを勝ち抜いて上がってきてるから、あかりはやっぱもう外の勢いもあるし、うん、覚悟もできてると思うのでね、はい、楽しみです、はい、すごいね、この28日は3大タイトルマッチあって、うん、あの3試合あって全部で6試合という、うん、はい、大会なので、はい、やっぱり後楽園の代わりみたいな感じのね、うん、そうそうそう、ビッグマッチになりますので、うん、それも新会場で、そう、はい、すごい楽しみな大会です、はい、たくさんの方に来ていただきたいです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、ね、私何回も言うんですけど、うん、このスタジオからもめっちゃ近いよっていうのと、うん、駅から本当歩いてすぐだよっていうのはずっとここの放送で言ってて、ね、うん、会場もめちゃくちゃ綺麗なんですよ ね、はあ、なのでぜひ来ていただきたいです。まあ、あのコンビニがね下にあるので、なんか買い忘れがあっても、うん、ドリンクとか大丈夫ですよ皆さん、はい、あとなんだろうな、あとは試合終わりにね、やっぱりみんな、うん、あの打ち上げみたいな感じで飲みたい方ってすごいいると思うんです、うん、この試合良かったよねって言いながら、あの浅草橋って結構問屋街だったりが多いんです、うん、なので平日はすごい賑わってるんですけど、うん、土日祝日ってすごい閉まってるとこ多いんですよ。あ、みたいだね、はい、なのであの、うん、皆さん来る方はですね、あのここ行きたかったのに閉まってるとかっていうことがあるかもしれないので、あのチェックしてぜひ当日来ていただけたらなと思います、はい、自分がねずっとこの辺に住んでるというか、うん、まあ近くて、うん、はい、この辺はずっと来てることが多かったので、うん、結構詳しいって言っちゃいけないですけど、うん、結構詳しいです、うん、おー、すごい、はい、結構ねこの辺はいろんなお店あるし、飲み屋街あるんですけど、本当に土日静かなんですよ、へー、あんまりねPJ の方みんな来ないって言ってたんで、この辺、うんうん、あれですよね、トリコ以外であんまり来ることないですもんね。あ、そうだね、そうですよね、うん、そう、本当に、あ、こんなに静かなんだって多分ね、うん、思うかもしれない。特に朝なんか全然いないかもしれないです、うん、へ、はい、なのであとは
JR の総武線に乗る方は西口に降りてください、はい、あの東口に降りると後ろに歩いていかなきゃいけなくて、うん、歩くのに結構時間がかかるので、うん、そんな遠くもないんですけど、その歩く距離めんどくさいじゃないですか。それなら西口に降りて、うん、ほぼ目の前の方が楽だと思います、うん、はい、あとは浅草線の地下の方ですね、乗る方は東口しかないので、うん、あの逆に東口に降りてください、うん、とかですかね、はい、あと放送が5分で終了ということで、はい、早いですね、あっという間です、ね、うん、あと1個いい、はい、もちろんです。あのこの4月28日、はい、浅草橋の前にオズさんの後楽園に参戦して、はい、しかもこっちもベルトに挑戦するの、あの秋野さんが持ってるパイオニア3ウェイのベルト、はいはいはい、もう一人の挑戦者はマスクド花花選手って言って、おマスクの初めて会うんだけど、バナーを見てる限りなんかどっかで見たことあるそうですね、私もなんか見たことあるかもしれないです、ね、だから名前は知らないんですけどそう、会ったことないはずなんだけど、ね、はずなんだけど見たことありそうなマスクド花花さん選手と秋野さんのベルト3ウェイだから、3ウェイなんで勝った方が、はい、プロのベルト負けるんで、そしたらそのチャンピオンになって、だから2回になりますよ、1日で2回に、すごい、ね、頑張ります。後楽園ですね、後楽園、はい、じゃあ後楽園から1本で浅草橋も来れるんで、うん、いいですね、楽ですね、ね、はい、こう移動する方も迷わずに来れるということで、うん、はい、はい、わあすごい2巻になるのも ね、 ね、楽しみですね。ありがとうございます。ちょっとアップに、あマスクド花花さん、なんか見たこと でしょ、なんかね、なんだろう、うん、初めて会う気がしないんだよな、はい、あらなんででしょうか、ね、はい、オズさんもね、今からスリーウェイの方試合ありますので、ぜひぜひ、うーん、面白そうですねこのカード、うーん、はい、ね、えどんな技するか分かんないんだけど、うんうん、謎だけどなんか親近感が、はい、なぜか、まあ、秋野選手はもうレオさんの、ね、師匠だから、うん、同じ団体だったので、はい、そこもやっぱちょっと試合をね、うん、ベルトをかけて試合するっていうのもすごい、ね、楽しみ、ね、はい、すごい楽しみですね、はい、はい、28日ぜひ、これもね、昼と昼みたいになっちゃうか、うん、はい、11時半かな、はい、11時半から後楽園、そして2時から浅草橋のヒューリックホールにぜひお越しください、はい、よろしくお願いいたします。あと3分2分ぐらいで放送が終わるのですが、何かレオンさんから告知事ありますか、うん、大丈夫はい、あとそうですね、毎週水曜日にやってます、うん、スポーツ教室6時から亀アリーナにて、はい、4時15分は堀しおりさんがコーチというか、はい、講師 の女子プロレス教室、あ、やってます、そちらプロの目指す方向けでやってて、その後の6時からは私が一般 そのダイエットとか運動不足解消目的の方も参加できるスポーツ教室、うん、初回無料なのでぜひお越しいただけたら嬉しいです、はい、毎週水曜日ですね、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、来週の放送がですね、はい、5月の2日なんですけれども、ちょっと自分の用事がありまして、生放送ができません、その代わりに、来週ぐらいにですね、収録を行って、その収録を5月の2日に放送いたします、ゲストはあかり選手に来ていただくのを決定をしております。その時はですね、まだ28日とかその迎えていなくて、うん、話がちょっとごちゃごちゃするかもしれないです。時空がちょっと歪む可能性も、だって5月2日の体で話さないといけないので、はい、ね、まだベルトを持ってるか持ってないかもわからないような状態で、はい、あかりちゃんとねお話をしていきたいと思っています。なので、質問とかなんか新しいことをやってほしいっていうコメントとかも結構あったので、ちょっと別のこともできたらいいなと思っております。ぜひでも質問だったりそのコメントだったりは DM だったり
リプだったりしていっぱい送っていただけたらなと思うので、そちらもよろしくお願いいたします。します。ありがとうございます。ということで、もう時間がないので、はい、あっという間でした、ね、はい、なので本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また再来週の5月2日のぶっちぎりナイトで盛り上がりましょう。はい、ま、お会いしましょう。またね。ありがとうございます。ありがとうございます。